沖縄ガスの CM に出演中のイメージキャラクター、菜の葉課長の分身菜の花ちゃん。菜の花ちゃんは不思議な力で外の世界を見て疑問がいっぱい。でも人形だからお外に出ることができません。そこで菜の花ちゃんは得意の念力で道行く優しそうなおじさんに語りかけてみることにしました。おじさん、おじさん、聞こえますか？沖縄ガスプレゼンツ、菜の花てな。この番組は沖縄ガスの提供でお送りいたします。おじさん、おじさん、こんにちは。菜の花ちゃん、やっぱりか。私は沖縄ガスの菜の花課長の分身の人形の菜の花。こっちの話は全然聞いてくれないんだね。最近ね、子供たちが美味しそうに冷たそうなものを食べてるのをよく見るんだけど、アイスクリームのことかな。アイスクリームってさ、あの蓋の裏についたアイスクリームが一番美味しいんだよね、こうやって。私が見たのは細い棒に刺さった四角のだったけど。ってことは多分アイスキャンディーかな。まあでもどっちも美味しいよね。何が違うの？まあ見た目かな。見た目が違うことくらい私にだってわかるわよ。いやでも言われたら確かに。わかんないなら今日も調べてきて。おお、あーはいはい、なるほど。沖縄ボスに聞けばいいんでしょ。はい、行くよ。よいしょ。はいはい、沖縄ボスですよ。アイスクリームとアイスキャンディって何が違うのか調べたいなと思いまして。あーはー、アイスね。はい。これはね、意外なところで調べられるんだよ。意外なところって、どこですか？アイスを作ってる沖縄明治乳業に行っておいで。もうドストレートですよ。ちょっとしたボケさ。沖縄ボスのボケ、沖縄ボケだね。うわ、しょうもな。ガチャ。あ、来た。あ、てか逃げた。じゃあ今日も張り切って飛ばします。よっしゃ、今日は菜の花ちゃんの力をしっかりと受け止めて行こう。ドーン。いや、いや、痛っ。いや、完全に喋ってる途中だったけどな。あ、いった。はじめまして、私沖縄明治乳業営業部企画課の宮平と言います。宮平さん、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイスクリームについていろいろ知りたくて。あ、じゃあせっかくなんでちょっとあの、はい、会議室の方で詳しい説明させていただいてもよろしいでしょうか。よっしゃ。アイスクリームとアイスキャンディっていうのは、はい、何が違うんですか？あー、なるほどですね。じゃあまず早速なんですけど、はい、ちょっとアイスを食べてもらいましょうかね。え、いいですか？はい、ありがとうございます。おっ、おほー、爽やかあ、おいしい。おいしいですか？うん、うん、もう一本用意しております。こちらになります。懐かしいですね、アメリカンクランチ。そうです、アメリカンクランチ。うん、本当に美味しいし食べやすくて、うん、おっ、うんうん、実はですね、はい、アイスというのは4つに分類されてるんですね。今食べてもらいましたこのシークワーサー、こちらは氷菓というアイスの分類になります。はいはい。そしてこちらのアメリカンクランチなんですけど、うん、こちらはラクトアイスという分類になるんですね。ラクトアイス、何でその分類を決めてるかと言いますと、アイスに含まれる乳成分の量で決まってるんですね。へー。この氷菓というアイスで棒がついている、今食べてもらってちょうどこの棒がついているアイスのことを、アイスキャンディーと言うんですね。はー、いや、分かりやすいっすね、宮平さん。ありがとうございます。説明が、いや、美味しかったし、ここも後ろにもいっぱいあるじゃないですか。そうですね。あ、なんかもう昔から食べてるのもありますしね。ここに、まあ、あの飾られてる商品は、うん、あの全て沖縄明治乳業から販売されている商品になっております。アンパンマンも沖縄なんですか？そうなんです。これ意外に知らない方がすごい多いんですけれども、うん、あれはむしろ今でも食べてますから、ね、そうですか。見てください、ご用意させていただきました。ありがとうございます
出たこの真っ白な感じね、この中にチョコが入ってるんです。知ってます、知ってます知ってますか。この中のチョコとね、そうなんです、このアイスが美味しいんですよね。あ、どうかしました。え、何が何がですか。どうかされましたか。大丈夫です。味わってるんです。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。おっきめい。そうなんです、気づかれましたか。おい、気づいちゃいました。そうなんです、弊社の商品もっともっとあの沖縄でしか販売されていないということを知ってもらいたくてですね、うん、できた新ブランドとほーなっております。なるほどね。そうなんです。さらに今後ですね、あの、まあ、地域密着の、あの商品っていうのも、まあ、さらに力を入れていきたいっていう考え、思いがあるんですね。めちゃめちゃいいですね、はい、そこで、うん、ちょっともう一つ食べてもらいたい商品があるんです。もう一つ、はい、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、まずは味をしてみてください。先に、はい、おお、うん、あれ、なんか分かったかもしれない。あ、これめっちゃ分かるA&W のオレンジでしょ。あ、素晴らしいですよね。超うまい超うまいよ、宮平さん。一口で分かりましたか。分かりました。 ありがとうございます。実は沖縄明治乳業 と、A&W さんで、コラボをいたしまして、こちらのエンダーオレンジアイスバーっていう新商品を出させていただきました。すごい、はい、コラボか。コラボしたいな。はい、ナノハテナとコラボするってどうかなと思いまして。ナノハテナとコラボ、はい、集めてもらっていいですか、メンバーを。あ、仲間たちを。あ、わかりました。次、それではこれよりおきめいと我々ナノハテナの新商品コラボアイスのプレゼンを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず商品名が菜の花アイス。気になるその味2種類を考えています。一つがガス味。大丈夫ですか。どうしました。ガス味はソーダ味です。青色から発想してソーダ味アイスを菜の花アイスのガス味として開発するという。ここはですね、ちょっとこう真ん中の方を空洞にするんです。何か入れるんですか。逆です、何も入れないんです。ガス缶のイメージなんですね。まるでガス缶のようにこう空洞を作ってしまうという。ちょっとまだ想像ができない。まだ想像ができない。これがいいんですよね、想像ができないものを作る。それが沖縄明治乳業さんの凄さだと思うんです。もう一つ2種類あります。味はガス味と菜の花テナ的には電気味。何の味だと思いますか。ちょっと痺れるような。いいんでか。そうです、そうです、そう、電気ですから、やはり電気明るくなりますよね。パッと明るくなる黄色のレモン味、これにしたいと思います。そして宮平くん、何て言いました、さっき。痺れるような。痺れるような、よくありますよね、ワタパチとか食べたら口の中でパチパチ弾けるような、あれを入れるんです。外側はレモン味、ここ外はレモン味で、中にこのプチプチするようなね、パチパチするようなものをこう入れていく、こうやって。しかも真ん中に集中するように中にすごい行けば行くほど刺激がこうボルトを感じるかのように中の方にこうバチ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 していくという、バチ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 していく、これが電気味なんです。これ本当に斬新なアイスだと思います。菜の花アイス、コラボしたいです。するんでガス？しないんでガス？でもこれも考えてみてもいいんでガス。一度会社に持ち帰って考えたいと思います。一度持ち帰ってもらえますか。はい、いいんでガス？いいんでガス。できるといいな。そこなんだよね。会社員
沖縄ボスですよ。沖縄ボス、どうしました？さっきよ、連絡があって、はい、検討したんだけど、今回はごめんなさいって。あー、ダメか。沖縄ボス味を提案してたらよかったかもね。沖縄ボス味？ガチャ。あ、切られた。なるほど、沖縄ボス味か。これは売れそうだね。いや、売れるか。なのはてな。それでは告知の時間です。告知どうぞ。中地です。金城です。よろしくお願いします。お願いします。あれ、前回動きがうるさかった人じゃない、ね、今回はガスボイラーのご紹介です、はい、前回はしゃぎすぎたので今回はおとなしくしますね。小声だ。ガスボイラーは燃焼性に優れ、効率もよく取り扱いも簡単なんです、うん、とってもいい商品なんです。小声だけどおかげで聞きやすい。さらにガスボイラーはお客様の省エネルギー化、省力化、省スペース化も実現します、うん、いや、口パク？口パクで今すごいって言った？ね、こちらをご覧ください、はい、適正空気比で効率アップ、そして巣が出ないから効率が下がらないし、低温度までしっかり排熱回収してさらに効率アップ。とにかく効率がいいので、うん、燃料費や CO2 排出を軽減できるんです。なるほどね。フォーフォー、最後ガスボイラーフォー。いや、結局我慢できなくなってるやし。詳しくは特需開発課までご連絡ください。待ってます。おーい、どうも。なるほど、ガスボイラーってすごいね。なんで菜の花ちゃんまで小声になってんの？最高フォー。菜の花ちゃん。沖縄ガスの電気は誰でも契約できるんです。うちも？うちも？うちも？はい、沖縄ガスを使ってなくてもいいんです。え、そうね。でんでん電気も沖縄ガス。じゃあおじさん、また呼ぶね。おう、あ、でもさ、こっちもいろいろ忙しいから前もって教えてもらえると助かるな。んー、じゃあ今決めよ。いつならいいの？まあ、年内ならいつでも大丈夫かな。すごい暇なおじさん。じゃあ皆さん、またね、バイバーイ。この番組は沖縄ガスの提供でお送りいたしました。